この番組は映像監督のヒゲとイラストレーターのハゲがおっさんならではの観点と加齢臭で語る番組です。えいったん、はいはい、おでやすさん、前回アクセサリーはジズっていう天然女子の K さん第2弾やねんけども、おお、来た来た来た、昔、2人でクライアントのところに打ち合わせに行った帰りのことやねんけども、ほうほうほう、ちょっと早めに終わったから、なんかまあ休憩がてらコーヒーでも飲んで帰社するかってカフェに入ってんな。あ、まあ楽しみな時間でもありますよね。そう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 、で俺はそのカフェの壁側の3人掛けのソファーに腰をかけて、で K さんはテーブルを挟んで一人用の椅子に座ってんけど、荷物を置く場所がなくて、あの営業用の大きなバッグ、あれをどこに置こうかなって迷っててんな、ほんでもう俺の横に置いてええでって言うてんな、そしたら、K さんがもじもじしだして、はいって言って、立ち上がって、バッグを自分の座ってた椅子に置いて、で K さんが俺の方に歩いてくるねん、ほんで俺の横にピタってくっついて、腰を下ろして、ほっぺたをあからめてんねんな。ほんで俺が何してんのって聞いたのよ、そしたら K さんが、横においでってっていうのね。かわいい。ほんで俺が、いや荷物を置いてええでって言ってんねんけどって言ったら、K さんがそのもう鳩が豆鉄砲でも食ったような顔して、いやー恥ずかしいって言ってん。こっちが恥ずかしいわ。確かに。で K さんはどうも、俺の横に置いてええでって言ったのを、俺の横においでええでって聞こえたらしいね。そんなセリフ言うか。でも可愛いね。可愛い。というわけで、もしよろしければ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他、ヒゲのよりやす、ハゲのエイチの SNS 等もやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。